ご紹介に預かりましたサムライインクベートの玉木と申します。本日は、モデレーターを務めさせていただきます。ですね、ご存知のようにこれ見渡しても分かるように、地方セッションって僕ら3回ぐらいもう連続ぐらいでやってるんですけど、なかなかお客さんが入らないっていうので悩みの種になってます。でもなんであえて、向こうの狭い会場でやらないでこっちの広い会場でやるかっていうのは、僕らその一つ最初のさっきからのオープニングの話でもあった通り、地方でのベンチャーっていうのをもっと出てきてほしいなというのと、あとそういう方々をご支援したいというのがありまして、トーマスさんと一緒に、47都道府県回ったりとか、今も、トーマスさんと、あと、今日ご登壇いただいている皆様と一緒にですね、各地でいろんなイベントやってます。なのでなんかそういう中でですね、ぜひ皆さんにこう地方ってこういう環境なんだとか、あといろんな地方から来ていただいている方もいらっしゃるのかなと思うので、そこに何かですね、いいヒントを持ち帰っていただければなという思いでやってます。それではよろしくお願いいたします。というところで、まずはですね、登壇者のご紹介をさせていただきます。田中さんからお願いいたします。はい、はじめまして、さくらインターネットの田中と申します。大阪生まれの36歳でして、大丈夫です、36歳でございまして、18の時にさくらインターネット京都の舞鶴というところで創業しました。で、20歳になった時にですね、有限会社にするというのも、親権者の承諾がないと法人って作れないんですけども、親に話しなかったもんですから、とりあえず20歳になってから会社にしようということで、2年間は個人事業主をしまして、20歳で大阪に出てきました。後ほどまた舞鶴がなぜ続けられなかったのか、逆になぜ東京に出なくてもよかったのか、未だに本社は大阪ですので、そのあたりを話しさせていただければと思います。もともと舞鶴高専在学中、ロボットを作ることを夢見てロボコンにも出ていました。ただその当時非常にものづくりがですね、日本ダメになってましてですね、日本のものづくりもダメになるだろうというふうに見限ってインターネットに住んだんですけども、今見回していただくとすごくものづくりがですね、注目されていて、うちの創業メンバーだった小笠原さんって方もいつの間にか IoT とかものづくり系に行ってすごく名を轟かされているというのを見ますと、自分の判断には誤りと正解の2つがあったのかなと思いながらやっているところです。趣味で、プログラミングをしてまして、なんか怪しいアニメのロゴみたいなのを生成できるサイトというのを個人でやってましてですね、もしよろしければ皆さん使っていただければと思います。以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは次、誠の武井さんお願いします。はい、皆さんこんにちは。一般社団法人誠の武井です。今日はですね、すごく少数精鋭の方が集まっていただきまして嬉しく思っています。この中で、自分は地方出身者だなっていうふうな自覚っていうか持ってらっしゃる方ってどのぐらいいらっしゃるんですか？半分今日くらいですかね。はい、ということで多分そういった思いも、あってですね、こちらの方に来られた方も多いのかなというふうに思っていますけども、私は高校まで埼玉でいまして、大学から仙台、東北の仙台に移りました。で、仙台ですね、行ってみて驚いたのが大宮より都会なんですね。実際東北のイメージですね、すごく移り方多いと思うんですけども、大宮よりとかでですね、わあすごい大きいなっていうのが、結構初めの印象でした。で、ですね、私自身はその、大学卒業後ですね、仙台にあるベンチャーキャピタルに、勤めておりまして、でそれで、東日本大震災ありましたので、そこから思い切って飛び出してですね、で自分でインキュベーターみたいなことを始めたというような感じです。で今はですね、志ってありますけども、こういった理念をですね、強く打ち出してまして、榊原さんなんかともですね、意気投合して、震災前から付き合いあったんですけれども、今は業務提携もですね、結ばせていただいた形で、東北をガンガン盛り上げているという感じです。今日は東北すごい盛り上がってんだぞっていうことをですね、ちょっと PR に、できればなと思ったんですけども、いくつかですね、やってることありまして、次お願いします。はい、私たち東北最大のコワーキングスペースを作っているといったことが一つです。こういった場作りですね。あともう一つお願いします。クラウドファンディング、皆さんよくご存知だと思うんですけども、東北本社でやってるところっていうのはですね、私たちだけですね。で今ファーボさんがですね、山形と横手でもフランチャイズ展開されたので、少しそういったものも出てきてるんですけども、東北でのクラウドファンディングと。はい、次お願いします。
あとはですね、SNS には負けるんですけれども、起業家向けのイベントというのになってまして、これ仙台市役所と、一緒になってます。今300名ほどのですね、方を集めて盛り上げてやってますけれども、今年は300名ですね。来年と1000人いこうというふうに考えてますので、もうガンガン、追いつけ追い越せでいきますので、よろしくお願いします。ともう一つですね、あとは東北で熱い起業家のグループっていうのを作ってまして、これは EO っていうですね、世界的なグローバルな起業家ネットワークがあります。で、売上1億円以上の方しか入れないっていうのがあるんですけども、それ の東北支部を作るっていうことで、やっておりまして、今、青森県からですね、福島県まで、20名ぐらいの起業家の方がここに入って、熱くですね、切磋琢磨する場を作っているというところです。はい、次お願いします。で、その中からですね、頭角を現す人もどんどん出てきておりまして、テスっていう会社があるんですけども、こちらの方はジャパンベンチャーアワードっていう国の表彰制度なんですけども、これでトップのですね、経済産業大臣賞を受賞というような方も出てきてますので、ちょっと東北をですね、なめんなっていうことで意識していただけると嬉しいなというふうに思ってます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。福岡市の浜田さんもよろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。本当会場を埋め尽くすオーディエンスの方で本当にありがたく思っております。今日本当にね、天気も良くて飛行機もスイスイ、いつも本当に福岡空港でですね、いつも混んでまして、大概も遅れるんですけど、今日なぜかすっきり、9時発でピタッと来ました。で、これこの日のために作ったわけじゃなくて、私は今使っている名刺でございまして、で、リボンというか蝶ネクタイみたいなのは別にこれも今日のために作ったわけじゃなくてですね、実際これ名刺に入れてますが、全部に入ってるわけじゃなくて、名刺交換するときにこれが出ると当たりっていうことで、何かいいことがありますよっていうことでですね、しております。これは実は単に、目立たせてるんじゃなくて、その写真の上に福岡市かわいい区ってありますけど、福岡市って全部で行政区が7つあるんですね。で、そのうちこの8つ目の区として、バーチャル区なんですよ、これ。で、ウェブで入っていただきますと、皆さんも住民になれます、福岡市の。で、そうするといろいろ特典が得られます。どんな特典かって皆さん今、お手元のスマホ等でですね、ご確認いただけますとございますので、そういった意味で今だいたい4万人ぐらいの、住民の方がですね、入ってらっしゃってですね、最初の区長さんは篠田真理子さんだったんですけども、いろいろとですね、ちょっとご存知の方はご存知かもしれませんけども、可愛くなんてのは男女差別じゃないかみたいなことでいろいろ言われてしまいましてですね、いろいろと福岡もいろいろ何かやったらいろいろ揉めるっていう大変熱い気質のあるところなんですけども、そんなことで今はちょっと別の区長さんがされてますけどもですね、やはり女性の方が区長にねされてます。ちょっと長くなりましたけども、そういった可愛い区っていうのも、福岡市のですね、一つの PR としてやってるものですから、皆さんもぜひ、検索していただけるとありがたいなと思ってます。で、また私は今肩書きにございますように、新産業立地推進部というところにおりまして、創業支援、それから企業誘致、それからあと産学連携と大学との連携ということをやっておりまして、企業誘致ですから、私も東京に本当によくこちらに来て、特に IT 系の皆様方とお話しさせていただいて、ぜひまた福岡でっていうようなお話をさせていただいてるんですよね。やっぱり九州出身の方に結構多く出会いましてですね、やっぱり戻りたいって皆さんおっしゃるんですけど、福岡はなかなかやはりその辺がまだまだ就職口としての企業数も少なく、そういうこともあってですね、一生懸命企業誘致をしているってことになります。また産学連携っていう点で言いますと、最近言いましたら再生エネルギーっていうことで水素関係ですね、来年4月には、下水処理場から最後の工程でメタンガスが出るんですけど、そこから、NH4 ですから、ここから H2 取り出して FCV 社に供給する水素ステーションというのは来年の4月にはお目見えします。そんなような、新しい技術っていったことにも、取り組んでいるところですね。で、ご案内の方もいらっしゃるかと思いますが、いわゆる国家戦略特区6つの地域が指定されたんですけれども、そのうちの一つとして選ばれたところでして、福岡の命題は、国からの命題は、創業をしていく、世界一ビジネスしやすい、そういう日本にするためにですね、福岡が与えられている役割というものがあるわけで、
まあ、そういうことで今、福岡もですね、そういった意味では今大変あの創業者の皆様方で熱を帯びておりますので、まあ、ぜひあの皆様ともですね、福岡でもお会いしていろんなお話をさせていただきたいと思います。で、一応じゃあ次のページ でいいのかな。はい、また後のお話が出てきますけど、スタートアップカフェって言ったですね、まあ、言うならば、たまり場ですけど、これ蔦屋さんの、まあ、普通のフロアを、まあ、お借りするって言いますか、共存する形でですね、ここで創業者の皆さんが、まあ、日頃日常的にですね、セミナーやら打ち合わせやらそういったものに使っていただける場として、来月の11日にオープンいたします。でこれ天神という福岡の中心部にあるところで、そこでその蔦屋さんのフロアをお借り、まあ、お借りって言いますかね、一緒にやっていくっていう形になります。ちょっと次のページですかね、まあ、こんなような感じで、朝10時から夜10時まで、で、まあ、あの年末年始だけ除いて毎日、開けてますので、ここがですね、創業者の皆さん、あるいはこれから創業したいなっていう、そういう人たちがですね、集まって情報を得たり、そこでいろいろ啓発を受けたりとかっていうことでですね、まあ、そういう場になっていく、まあ、ここをその福岡の創業の拠点にしていきたいということで今考えているところで、まあ、ぜひあの来月になったら皆さん10月の11、12、13オープニングイベント、それから11月までにかけていくつかオープニングイベントを用意しております。まあ、もうすぐ公表いたしますので、ぜひこちらの方にもいらしていただければと思います。ごめんなさい、長くなりましたけどよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは最後にですね、トーマスベンチャーサポートの佐藤さん、よろしくお願いします。はい、トーマツベンチャーサポートの佐藤文明と申します。私はですね、去年の2013年の12月からですね、榊原さんと一緒に全国47都道府県ベンチャーサミットというのを一緒にやりまして、全国を飛び回っておりました。で、まあ、全国で起業家促進のですね、イベントをやったりとか、そんなことをやらせていただきました。で、今年は、玉木さんとまさに一緒にですね、全国スタートアップデイというものの資金調達であったりとか事業提携のですね、イベントを一緒にやっていくというものの発起人としてやらせていただいております。で、実際に3年半前ぐらいからこのベンチャー支援を始めていますけれども、ベンチャー支援をずっと1年半ぐらいやって、でその後各地方をですね、回ってくるイベントを通していろんな自治体の方々ともお会いしていく中で、いろんな自治体の方々にですね、ベンチャーの支援をどうやってやっていけばいいのかみたいな話のディスカッションをしながら、いろんな政策の提言をしたりだとか、そんなことをやらせていただいてます。で、僕もですね、長野県出身でございまして、その後大学はですね、立命館に出ました。で、立命館はですね、キャンパスが2つあって、僕は受かってから京都に行けるなと思ってたら、キャンパスが滋賀にあるって言って全く京都の味を占められなかったということで大変残念だったんですけど、滋賀でまたそこも田舎でですね、暮らしまして、で初めてこう東京に出てきた時に経済のこう格差をですね、ものすごいまざまざと感じまして、でそこもなんとかこう解消していきたいというところで地方にコミットして、いろんな活動をしているというような状況でございます。で、次のページでありました。あ、この前ですね、ベンチャー政策カンファレンスというのもやりまして、まさにこの駒田さんにも登壇していただいたんですけど、いろんな自治体の方々をお集まりいただいたりとか、経産省の方にもお集まりいただいたりしてですね、大きな200人規模のイベントをやらせていただきました。で、各地域のですね、こうベンチャー政策を考えようみたいなイベントをやって、これも、リーダーとしてやらせていただきました。そんな形の活動をしております。で、最近ですと本とかですね、地方消滅であったりとか、いろんなこう自治体がどんどん減っていくよとか、人口減少の中で、いろんな多分日本ってこう課題の先進国って言われるように、多くの課題があるんですね。で、地方ってもうまさにそれを体現しているような場所でもあるの でそれを私はですね、こうベンチャー支援を通していろんな企業が生まれて雇用が創出されていくってことを通して、それを課題解決していきたいなというふうに思っておりまして、そういったところにコミットしておりますので、ぜひそういった視点でも少しお話できればなというふうに思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではですね、早速最初のテーマに移らさせていただきます。と、まあ、それぞれ皆さんいろんな各地で企業支援されたり、まあ、起業したりということがあると思うんですけど、地方って一括りに言っても、まあ、それぞれだと思うんですよね。まあ、そういう観点から、まあ、各地その起業家を取り巻く環境ってどうなってますか、どう認識されてますかというところをお話しいただきたいなと思います。
そうですね、まず田中さんからですね、そのまずは最初は舞鶴で起業されたという話だったんですけど、はい、地方といってもですね、いろいろな切り口があると思うんですけども、まず規模の話で言うと、先ほど大宮よりも仙台の方が街中だったっていうのは確かにそうだなと思うんですね。で、田舎度合いって結構あってですね、例えば福岡とかを田舎と言っていいんだろうか、大阪を田舎と言っていいんだろうかって田舎じゃないですよね。地方ではありますけど田舎ではないと。で、それに対して舞鶴っていうのはもう人口がどんどん減っててですね、京都からですね3時間ぐらいかかるんですよね、電車で。新幹線で東京まで2時間で行けるわけなんで、京都から舞鶴より東京の方が近いみたいな、そういう地方と両方あると思います。で、そういう中で言うと、福岡であったりとか大阪であったりとかというのは、例えばベンチャーキャピタルさんもちゃんと来てますし、イベントなんかも開催されるので、そこで地元で起業しようという人は結構増えてきてるなという印象を持ってます。もっと踏み込んで言うと、私15年ぐらい前にネットバブルを経験してるんですけども、その時っていうのは大阪もすごい勢いでネットバブってたんですね。会社作って次の週には5万円が300万円でバリエーションがついてですね、1000万の会社6億で売ってくれみたいな、そういうふうなことが毎週毎週起こってたような時代なんですけども、残念ながら舞鶴にはそんなこと全くなかったんですね。なので18で起業して、起業した環境としてですね、やっぱり本当の地方っていうのはやっぱりサポートしてくれる人がいないと、というんで大阪に出てきて、別に東京に行かなくてもいいなという感覚になって、それからずっとやってると。なのでまず大都市に関しては VC さんとかイベントとか、それで感性が研ぎ澄まされたりサポートしてもらえる人さえいれば、やっていけるんじゃないかと。ただそういうのがなければ、本当の地方ではもうなんてでしょう、よっぽど神山町とかですね、特殊な事情があるところじゃないとやっていけないと、そういう感覚を持っています。なるほど。その点、武井さんはその大宮よりも仙台の方が都会だったという印象を受けたという話なんですけど、今の仙台って、それこそ復興というテーマがあったりすると思うんですけど、それ抜きにしても今ってどういう関係になっているんですかね。そうですね、地方とか、東北っていうとですね、どうしても例えば保守的とかすごいチャンスがないんじゃないかとか、あと起業家なんているのかみたいな、そういうイメージがどうしてもあると思うんですけども、やっぱりだいぶ変わってきたなっていうのがあります。で、その様子っていうか、4つぐらいですね挙げられるんですけども、1つはですね、起業率がすごい上がってまして、仙台のある宮城県はですね、今全国で起業率が2位なんですね。開業率 7% になってまして、1位沖縄、2位宮城県という形です。で、あとですね、例えば地域を取り巻く人たちが、起業家支援にですね、非常に興味を持ち始めたとなりまして、例えばですね、銀行なんかで言いますと、銀行のですね、役員の方がですね、いきなり黒塗りのですね、運転手付きの車をゴー乗りつけてきてですね、私たちのコワーキングスペースに来てですね、一緒に何かやろうみたいな話になってですね、みたいな。ビビタを今業務提携してるんですけども、そういった形であったりとか、あと大学もそうですけども、あとはですね、その地域の富裕層の方なんかもですね、起業家支援っていうのにすごくこう興味を持ち始めててですね、で、なんかできないかみたいな話があったりっていうことで、これがだいぶ今までとは大きく違うところだなということを思ってます。で、あとですね、特に震災後東北っていうのはすごく、ラッキーだったんですけども、いろんなところから注目していただいて、いろんなところとのコラボレーションなんかが起きましたので、人的なネットワークがすごいこう強化されているんですね。で、例えば起業家でもですね、芸能人ですね、例えば渡辺謙だったりとか、伊勢祐介さんとか、ああいう人と一緒にこうプロジェクトやってるとかっていう人もゴロゴロいますし、その辺のおっちゃんでもですね、例えば伊藤茂里さんと来たら仲いいんだよみたいな話とかですね、そういう人たちがいっぱいいるんですね。それ今著名人ばっかりですけども、そうでなくてですね、いろんなこう会社の、大企業の経営者の方だったりとか、そういったところとのネットワークがすごく強くなってまして、多分東北の日本の地方の中でも多分一番こうそういう人的なネットワークでは恵まれたポジションになっちゃったんじゃないかなというふうに思います。で、なのでですね、逆にそういったところをうまく使う人たちも出てきてまして、特にですね、こう若い人なんかがガンガンアグレッシブにやるとですね、そういったこうチャンスをどんどん掴めています。なのでですね、またそれもですね、地域がまたそれを許容するっていうかですね、応援するような空気感にもなっているので、割とこう若い人が頭角を現しやすいっていうかですね、下克上が起こしやすいような
感じの場所になってきたなというのが、あの今のトークの、感じです。あ、はい、どうぞ。すいません、あの私さっきあの舞鶴の話だけしちゃったんですけど、よく考えたら大阪代表ということもあのポジションとしてあるはずなので話しないといけないなと大阪、今の話聞いててですね、思い出したのは、大阪ってあの開業率が全国最低レベルなんですね。でですね、あのとてつもなく廃業してるんですよ。で、あの東大阪のものづくり拠点というのはどんどんなくなっていきますし、これだけあの東京でもあと地方でもですね、ものづくりができるって言われて、東大阪はそのなんでしょう、聖地みたいなって言われててもですね、もうとにかく廃業が進んでいるというような状況になっています。で、この間あの大阪府 の、 あの創業支援の方と一緒に、まあ、出前事業で高校とか大学とかに行って、まあ、あの若い世代に起業っていうのを教えていきましょうって話をしたんですけども、びっくりしたのが、15年前私が支援を府からいただいてた時は年間予算が15億円だったものが今 何億円だった0.01 億円なんですね。100万円だそうです。100万円で何ができるんやって話でですね、なのでもうギャラはもういいですからというふうになって、交通費ももらわずに行ってます。まあそういう、まあ、一時が万事、そんな感じでですね、まあ、やっぱり知事が変わってからやっぱり橋本さんのね、あの感じになってですね、どんどん大阪っていうのは、まあ、財政状況は良くなってるでしょうけども、支援という意味では減ってきててですね、やっぱり自治体がどれだけ支援するかによってこうも結果が変わるのかと、10年とね、というふうな認識をしてて、京都は結構行けてるはずなのに大阪は本当にまずいなって思います。最新情報まあ今その行政側の支援が大事というような話が出たんですけど、まあ、その点福岡ってすごい恵まれてる環境にもあるんじゃないのかなとは思うんですけど、そこら辺いかがですかね、小室さん。はい、あの他都市とこう比較したことがあまりないですから、あのどこまでかっていうのは分かりませんけど、福岡のですね、創業支援の歴史っていうことでいうと10年ちょっとです。あの平成12年からですよね。何ができたかっていうとですね、あの、まあ、福岡今実はあの先ほど佐藤さんの方から人口減少、まあ、地方消滅って、まあ、これ本の題名になってるわけですけどね、あのなってますけど、福岡唯一今人口が伸びてるところなんですよね。だいたい今後10年間ぐらいはまだ人口伸び続けるということで、まあ、今、全国でもね 5位かな、神戸抜いてっていうことですかね。ああ、まだ抜いてないのか、もうすぐって話ですよね。で、150万を今超えてるところなんですね。私が役所に入ったばっかり、もうこれ25、6年前になるんですけどもね、100万、110万ぐらいだったと思いますから、毎年ですね、1万から1万3000人ぐらい人口が増えてる計算になるんですよ。で、そういう一つ利点はあるかと思います。で、ただそれでもですね、やはり少子化っていうのはあって、その、まあ、福岡っていうのは実はあの福岡部って博多部っていう2つの部にあってですね、それこそ福岡市か博多市かっていうの もあのずっと揉めてたぐらいの、まあ、そういうようなあの歴史のある町なんですけど、その商人の町でもやっぱりそういった人口減少で廃校になった小学校がありまして、これどう活用するかって、それでその平成12年にこれをインキュベーションとしたんですね。公設のですね、だからその当時インキュベーションっていう言葉なんて多分ほとんどの方が平成12年当時ですよ、ご存知なかったんだと思うんですよ。でこれどういう意味かなっていうと、そのあの要するに孵化することって、そのまた意味がよく分からないですよね。この孵化の意味もよく分からなくて、まあ、あの今でこそインキュベートってね、本当誰しもがっていうことになったんでしょうけども、まあ、そういった時にそういあの、まあ、インキュベーション施設を作ったのが始まりです。でその3年後福岡の、まあ、創業者であの創業者応援団といったものが結成されたんですね。例えば皆さんご案内かと思いますけれど、ピエトロっていうですね、まあ、ドレッシングとかパスタの創業企業があるわけですが、まあ、あの東京の方でもねアンテナショップがあるわけですけれどもね、あ佐々木 のぞみさんをイメージがあるんですかって、宣伝をしますけども、そういったような福岡での先輩企業者がじゃあ更新のために一肌脱もうということで、平成15年にそういった団ができまして、それから市の方もいろいろ制度を、まあ、拡充してきた、そういった歴史があります。で、まああのまあ、ただあのそういう中にあって、やはりその福岡の、まあ、気質っていうのもすごく大きいと、先ほどちょっと触れましたけど大変暑い町ですので、まあ、ある意味熱したし冷めやすいかもしれませんけど、新しいものにどんどんこう向かっていこうというようなね、そういった町でもありますし、私あの福岡出身じゃないので、与党から来るとよく分かりますね、そういう感覚がですね。
そういう町ですよね。でそれが多分下支えして、でまあ、あの行政施策とも相まって、でまたあの福岡っていうのはあの、本当に第三次産業に偏った町なんですよね。もう90%何で第三次産業です。生産拠点ではないんですよね。まあ、いうこともあって常にこう新しい産業って言いますか、あの商業って言いますか、サービスを生み出していかないと立ち行かない町でもありますから、まあ、それも環境としてあったんじゃないかと思いますね。まあ、そういう中でいろいろそういったあの創業支援といったものが、まあ、充実してきたというふうに、あのステップアップしてきたというふうに、まあ、考えています。まあ、そこに来て、今回あのトップの指定を受けたということもあってですね、それがまあさらに、まあ、後ろから押してくれているというような状況じゃないかと思っています。以上です。ちょっと聞いてみます。創業トップになってこうなんか変わったことがあったんですか？そうですね、これ実は大変何て言いますかね、分かりにくいところでですね、まあ、実はその一昨日も区域会議、特区の区域会議っていうのがありましてですね、まあ、私もその会議に参加をさせていただいたわけで、あのもちろんあの市長がねいろんなプレゼントをしたわけなんですけども、今その特区の方でじゃ何かって言ったら、まあ、具体的に福岡に来たら例えばインキュベーションがタダになるぞとかですね、そこまでのことはないわけですよね。だからまだまだちょっと見えにくいところはありますけど、ただあの、機運としてとにかく福岡市は何かやろうとしてるからということもあって、大変東京からも熱い何て言いますかね、応援というかお問い合わせをいただいて、むしろ地元の方が落ち着いてるぐらいの感じもあってですね、そういった流れが、そういった機運が盛り上がってるっていうのが一つあります。あともう一つはあの法人実効税率なんかも、これもぜひ特区で、シンガポールの 17% よりも下げていただきたいということを、まあ、政府の方にもずっとこの間申し上げてきたところなんですけども、まあ、あのちょっとこれあの、まあ、行政的な話で面白くないでしょうけども、内閣府の方から財務省に対して、まあ、年末にいつも税制改正というのがされるわけなんですが、その税制改正要望の中に今回これ盛り込まれたわけですよね。まあ、今そのオールジャパンでは、20% 台にっていう話ありますけど、我々は、そうじゃなくて特区では、もう 17% を切るぐらい、もうアジアの中でも十分戦える、そういうような税率にしていただきたいということを一応あの、まあ、一応じゃなくてごめんなさい、申し上げてきて、まあ、そういう改正要望に反映されてますから、これからそこに今期待をしているということで、そうなるとやっぱりかなり、実効的なメリットが出てくるのかなっていう感じはありますね。まあ、あともう一つ硬い話で申し訳ないんですけど、雇用労働相談センターっていうですね、あの特にその創業者の方が、まあ、労務関係とかであまりお詳しくないっていうか事例も多いかと思いますから、そういった方のご相談をですねさせていただくような、まあ、そういった機能も、まあ、これは国が作るんですが、先ほどあのちょっと見ていただきましたカフェの中に併設いたしますからね、まあ、そういった形であの創業者の方 の支援をですね、いろいろしていこうと、まあ、特区も活用して、また市の施策、国の施策も活用してやっていこうと、こんな感じです。 LINE がこうあの開発拠点を設けるという話があるじゃないですか。あれってこうなんかこうそれに特区だから来たって思いますか？これあの特区の認定前にもご決断をいただいてあの話したんですよね。でこれやっぱり一つはそのアジアを向くっていうことももちろんあるでしょうしね、そういったことで、あの特にその LINE 様につきましては特区の認定があったからうんぬんではないんですよね。その前にも、進出をご表明いただいたということでございます。海とかも作ってますよね、小林海ウエストっても、ね、海さんも、はい、なんかそれによってこう次のこうなんですか、創業が盛り上がりそうだみたいな雰囲気ってあるんですか？ありますね。例えば LINE さんは例えば雇用で言うならば2000人規模っていうことも報道されていらっしゃいましたけど、それってこう現実的なんですか？2000人もエンジニアっているんですか？まあ多分ですね、その辺はちょっと私あんまり触れるといけないかもしれませんけども、まあ、もちろんあの企業様やってらっしゃることですから十分そのあたりは行政計画と違って確実なところで言ってらっしゃるんじゃないかと思いますけどね。切り込みましただいぶ込みましたね。じゃあちょっとまたあのテーマを変えて、お話を伺いたいんですけど、まあ、我々今トーマスさんと一緒に全国スタートアップというのをやっていて、その前は全国47条件ベンチャーサミットってやってたんですけど、その結構ですね回ってみて思うのは、あの東京の人じゃ思いつかないだろうなっていうようなビジネスされてる方結構いらっしゃるんですね。なんでその地方ならではの、まあ、スタートアップ、その地域ならではの、まあ、サービスとかビジネスってあるのかなというのを今感じていて、まあ、そこの面白さってどういうところにあるのかなっていうのをまず佐藤さんにじゃあお伺いしたいなと思います。はい、そうですね、全国スタートアップデイで見てるのは今あのあれじゃないですか、大阪と
北海道からですね。なんでまだちょっと これからって感じなんですけど、あの北海道とかだとファームノートさんっていうあのベンチャー企業があって、牛の個体管理をやる会社さんなんですね。で、本社が、帯広にあるんですよね。で帯広にあって、で開発とかをそこでもずっとやってますね。で、営業とかはまあ東京に、社長さんがいてやってるらっしゃるんですけど、すごいだからあのそれ酪農とか牛の管理が確実に必要なのって北海道の方に固まってるんで、あの北海道じゃないと結局はやる意味もないしできないっていうビジネスなんですね。だからそういうやっぱりあのものが出てきてるかな。ちょっと若干大阪の方はですね、割と結構普通の IT のこうベンチャーが多かったので、なんかこう大阪特徴みたいなのはあんまなかったですね。こういうプレゼンが面白かったっていうのはあったかもしれないです。大体こう笑い取りに来てくれる。取りに来てくれる。そういうのが面白いかなと思います。まあ、あとちょっと僕関西行って思ったのは、あの道ぐるさんっていうあの道の駅の情報サイトをやっている、まあ、始めたところがあって、多分それってあんま東京の人は思いつかないのかなという印象があります。そんなに多分東京の人ってあの車で移動するって言ってもこう近辺で完結しちゃうんですよね。なんで、まあ、ちょっと遠出して、まあ、長野行くとそれぐらいだと思って車行くってなると、なんであんまりその道の駅使う機会ないのかなと思ってたんですけど、まあ、なんか話聞いたらその何でしたっけ、年間の、まあ、道の駅全部の、まあ、年間訪れる人の数がなんか結構な数でした。何千万とかそのくらいだったような気がするんです。延べ人数で何百万か何千万だったような気がします。なんで、まあ、そういう隠れた市場ってまだまだあの見つけれてない、まあ、それこそ東京にいるとなかなかこう思いつかない部分ってあるのかなっていうのがなんかすごい強く思ったところですね。なんかこうあの地方、僕も47都道府県ベンチャーサミットとか全国スタートアップでやってるのとすごく思うのが、こうすごいサービスとかしては、まあ、面白くなる可能性を持ってるのに、プレゼンがやっぱり課題だなっていうのがすごく思っていて、なんかこうその辺とか田中さんとかこうベンチャーやっていく中でプレゼンの意識とかしてました。後になって意識しまして、私あの学生とかうちの社員に4つ、あの社員に1つ、5つあの自分自身 でしかできないことなんでやっとけって言ってるんですね。1つがプレゼンなんですよ。あともう1つは英語を喋れないと直接コミュニケーションもできないと、やっぱりあの翻訳を通じてやるのよくない。田中さんは英語喋れる。最近ベルリッツとか言ってた。佐藤美香さんでしょ。ベルリッツ。で、あとあのプログラミングはやっぱり自分でできないと、ちょっとでもウェブサービス作るんだったらちょっとでもいいからやっぱりできないといけないということ。で、あと数字のことわからないと会社潰すんで、数字のことが最低わかること。で、もう一つ最近付け加わったのは健康でですね、その5つって他人にアウトソーシングできないと私は確信してるんですね。なのでそれ以外のことってもう他の仲間を呼んでくればいいんですけども、プレゼンを含めて先ほど申し上げたことってやっぱり自分自身がやらないといけない。そういった意味だと、もう学生時代からプレゼン練習しといたら、もう10年、20年経ったらもうスティーブ・ジョブズ超えるぞって話をよくしてます。そうです。いや、すごい課題だなと思いますね。そうですね。なんかまあ、あんまりそういう機会がないっていうのがあるのかなと思うんですよね、人前でプレゼンするっていうのは。なんかまあ、そういうのって、割とこう自分で作っていく感じじゃないのかなと。機会じゃないですかね。やっぱり登壇する機会があると、まあ、しゃべれるようになるのかなとは思います。その点あの、まあ、東北で企業支援されている P さんの目から見てどうですか。多分いろんな企業家の、まあ、プレゼン聞いたりっていう機会多いのかなと思うんですけど。いや、東北はプレゼンベタですよ。まず PR も下手ですし、まあ、お人よしっていうかですね、あんまりこう自分が前に出ないっていうところがあるので、まあ、それはあるんですけれども、逆にですね、まあ、従業員としては使いやすい人がすごい多いですね。それ語弊がないですから大丈夫ですか。で、素直にチームワークを持って真面目にやっていただけるという方がすごく多いので、よくやっぱり東北で活躍している方は外から来た人ですね。本当にまあ、宮城県で一番大きいのはアイリス大山っていう、会社なんですけど、あそこはもう関西から、いらっしゃる方ですし、まあ、関西から多分問い合わせがすごくいいと思うんですけど、関西とかですね、九州からどんどん来ていただいて、でそれで、東北で、真面目な人たちと一緒にやっていくと、スキルするんじゃないでしょうか。なんで開業率がでも高いんですかね。
あ、開業率高いのはですね、震災後にやっぱりですね、こうああいう大きなインパクトがあると心揺さぶられるじゃないですか。で、ちょっと俺がどうにかしなきゃみたいな人とかですね。あ、じゃあ震災後に開業率上がった。そうですそうです。震災前は10位ですね、県別で。はい。あ、それでも10位なんですね。まあ、それでも10位。仙台がやっぱり都市部なんで結構高い。すごく今気になったのが、やっぱり外から来た人が活躍するっていうのがあるんですけども、実際シャープって大阪の会社もあれ東京の人ですし、あの阪急を作ったあの小林さんっていう創業者もあれ慶応の人ですよね、確かね。でなので関西の人が他で活躍したり、他の人は関西で活躍したりなので、基本的に地元じゃない人が活躍できる場を作ると地方は活性化するかもしれないとふと思いました。その点効果は。そうですね、あの確かにそういう感じがないではないですよね。あの福岡ってやっぱり言ったらいいんだろうな、まあ、例えば学生さんなんかでもずっと話す機会が多くてですね、この2年半ぐらいいろいろ話してきましたけど、割と就職活動もなんて言ったらいいかな、穏やかというか、あの東京の方、まあ、知り合いもいるからいろいろ聞くと、やっぱり ES をね何枚も書いてるっていうような話になってる、まあ、それかなり東京と福岡の競争感っていうか、まあ、いい悪いやつを置いといて、その辺の違い、要するにおっとりしてるというか、ね、まあのんびりしてるって言ったらですね、なぜかというとですね、福岡とても住みやすいので、別にわざわざ外に行かなくてもいいわけですよ。自然もあるし、あのちょっとこういうのは発言に問題あるかもしれませんけど、あの大変あの お美しい女性の方もたくさんいらっしゃるしね、本当にその福岡って別にわざわざっていう、だから逆に言うと力を持った人ってやっぱり東京にこう行ってしまう。だからいやそれ行くことはいいと思うんですよね、あの東京や世界にどんどん打って出てもらいたいんですけど、やはり福岡に拠点を置いて外に出ていただくっていうことをですね、どうしたらできるんだろうかっていったことがずっとこれ諸先輩方もね、我々もずっと本当に何年も悩んできてる話で、やっぱり東京にどんどん行ってしまうっていうのをどう地元で食い止めることができるかっていう、そういう方すると、あの変な言い方ですけど、先ほど その外から来た方が福岡に根付いていただけると、そこで一つの成功モデルが目の前にあるわけですから、と皆さんがそこでね、こう居つくっていうことになるかもしれませんから、まあ、必ずしもそういうことは悪いことじゃないのかなとは思いますね。はい、ちょっとあの次のテーマとも絡むんですけど、あのちょっと今お話しした中で思ったのは、例えばメルカリって今仙台にカスタマーサポートセンターを置いてるんですよ。でさっき の LINE とかルミノが福岡にあの開発拠点を置いてるっていう話もあったんですけど、なんか結構その東京だと採用とかってこうみんな取り合いなんですよね、エンジニアとかそういう優秀な人は。でもなんかこう各地域だとそれほど競争率高くないというか、なんかそういう優秀な人が集めやすいのかなと思うんですよね、特にその国立大学があったりとかっていう地域においては。そこら辺ってどうですかね、まあそのスタートアップするメリットっていう、まあ、テーマでもあるんですけど、じゃあはい、武井さんお願いします。明確にあのそれは意識してますし、そういうふうに言ってる人もいまして、あのやっぱりですね、東京だと競争になってしまう、どうしても人が取りにくいと。で地方で面白いベンチャーやってれば、そこにやっぱり人がこう、まあ、目立ちますし取りやすいっていうのがありますよね。であとはやっぱり U ターンの人材を取りやすいっていうことで、どうしてもやっぱり地元に帰らなきゃいけない理由とかですね、もしくは帰りたいと思ってる方がいらっしゃるので、そういう、まあ、東京で育った人たちをですね、Uターンして、で面白い仕事で引きつけて、地方で人集めるっていうのはすごくいいモデルだと思います。で結構こう難しいのが、その向こうでこの地方で働きたいのにいい企業がないっていうのが結構前提として問題あるじゃないですか。はい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 、そこってこうなんか どうしたらいいのかっていう、結構そこを私たちはやりたくてですね、東北でこんな面白いベンチャーあるよっていうのを東京の人たちに知らせて、で初めにプロボノで入ってもらうっていう、でそれで縁を作っていって、そこから転職させるっていうことをあのいろいろ実験的に今やってるんですけど、はい、基本的に思うのはやっぱり U ターンとか I ターンを同時に考えない限り、地方ってエンジニア少ないですから、そもそも東京よりは採用しにくいと私は思ってるんですよ。ただ帰りたい人とか、あの移住した人がいるって話ありましたけども、やっぱり東京で求人して、例えば当社だと北海道医師会に事業所があるんですけども、医師会で採用すると、でそのままについて帰らないと、まあ、そういうような形の併用で、その町に既にいる人ではなくて新しく連れてきてあの採用すると、そういうセットじゃないといけないのかなという意識をしています。東京で求人出せばいいのか。東京でも求人しますし、実際データセンターであの東京から連れてった、大阪から連れてった人間って結構多いんですよ。今のお話と同じで、
福岡もやはりその大学がたくさんあるんですよね。京都に次いで、大学率、まあ、学生の占める比率が高い町なんですけども、だからそういった意味で福岡って本当に人材供給源としては大変皆さんから喜ばれてますけど、それでも足りないんですよね。それで今年の3月29日に前波さんのご協力も得て福岡移住計画、これも検索していただけると出てくるかと思いますけれど、やっぱり東京から福岡に、連れてこようと。で連れてこようというのはですね、全く来たいという人はその福岡にいたこともなく来たいという方もいらっしゃるんですけど、もう一度その先ほど話したように福岡の人って本当福岡が好きだから戻りたいわけですよ。だからその機会がなかなかないから福岡から企業様を何社か、連れて行ってですね、東京に。そしてそこでマッチング大会みたいなことやったわけですよ。でもう一度福岡に戻って、働いていただこうかなっていうような、まあ、そんなようなことも今年から始めているところで、これは当分やっていこうかと思ってるんですよね。まあ、U ターンですよね、いうことです。ちなみになんですけど、会場の皆さんにお聞きしたいんですけど、まあ、先ほど地方出身だっていう自覚があるっていう方が結構この会場多かったのかなという印象があるんですけど、ちなみにこの、まあ、いつかはその地元に帰って、まあ、いい企業があったら、まあ、地元に帰って働くのもいいかなと思ってる方ってどれぐらいいらっしゃいますか？あ、でも結構いらっしゃいますね。3割、2割、3割ぐらいですかね。やろうと思ってる。あ、じゃあちなみに自分でやろうと思ってる方。おお、素晴らしいですね。ありがとうございます。まあちょっとそういう話で最後のテーマになってしまうんですけど、まあ、支援する側として、まあ、各地域で今後どのような、まあ、支援があったら、まあ、いいかなっていうところと、まあ、あと田中さんの立場としては、まあ、起業する側としてはどのようなサポートがあったら嬉しいとお考えですかね。じゃあ田中さんからお願いします。はい、私ができることはお金以外の支援だと思ってます。正直お金を出してくれる人って今たくさんいてですね、お金はまあ隣の部屋行けば多分1億ぐらい集まると思うんですけど、ただ例えばこういう場でなんか誰々さん紹介してくださいみたいな話もあるでしょうし、あとは起業の時の本当に苦労話というタイですけど、私成功だって信じてないんですけど、失敗だってすごく信頼しててですね、やっぱりこれをやると成功するというのは10人十色ですけど、失敗するというのはほぼ確実になぞることができますので、そういったことをシェアしたりだとか、とにかくメンターに近い形で協力すると。とにかく私も起業してすぐの時ってすごく不安で仕方がなかったんですね。で当社北海道に売り上げの半分ぐらい の借金をしてですね、データセンター作った時も毎日不安で仕方がなかったんですよね。なのでそれを聞いてくれて、で自分の不安がなくなって、やっぱり起業家って明るくないといけませんから、明るく元気に仕事をしてもらえるようなサポートをできる存在になりたいと思っています。ありがとうございます。武井さんいかがでしょうか。はい、私の方ではですね、まず地方というとどうしても距離のハンデがあるので、それをどうやって克服するかなみたいなのをちょっと考えてまして、今クラウドファンディングとクラウドソーシングをこう組み合わせるというかですね、セットで起業家支援をしていくと、その辺、こ うまくいまれたんじゃないかなと思って、クラウドワークスさんのアンバサダー制度っていうので第1号私たち、やらせていただいてですね、でそういった取り組みを模索してたりとかします。であとはですね、地方で、どうしてもですね、サムライさんのこの場だと株式上場とかですね、いう話が多くなんですけども、地方のベンチャーって必ずしもそこ出口じゃなくてもいいんじゃないかなっていうかですね、そういったとか多い、実は多いですし、それから地域でも重要な企業だったりしますの でそういったところをどうやって育てられるかなっていう意識もありまして、でお金の、循環の仕方をやっぱ変えなくちゃいけないなと思っています。でその時に地域の富裕層だったり銀行から出していただくっていう、流れが一つと、あとはその出口のところでは上場じゃなくて商社にバイアウトできないかなっていうことで、大手の商社とそんな話をし始めています。これがうまくなんかそういった取り組み形になっていくと面白いなと思うんですけども、そういったことが必要かなと思ってやっているところです。駒田さんのいらっしゃる福岡は、特に今その支援という意味では結構注目されてて、VC とかもいろいろ出てきているのかなという印象があるんですけど、今後どういう部分を強化していかれるという、行政としてと、はい、確かにいろんな支援という
まあ、その色って今日何も資料もなくてですね、さあそう言っても皆さんにあの本当にお分かりにくいかと思うんですけど、やはりそのお金関係、特にその福岡の場合はその急速にそんな大きな企業になっていくっていうことはまだまだ東京とはやっぱり違いますしね、あのそういった意味ではあの本当にその 小金って言い方ちょっとおかしいです、少額のファンドっていったものがあの使えるとですね、大変その成長にいいんじゃないかなっていうことを考えてますから、まあ、そういったあのファンド関係っていったものはね、まあ、民間のいろんな方々いらっしゃるようですから、まあ、そういった方々ともこう連携していきたいなっていうことを考えてます。ただあのこれはどういったらいいかな、私の個人的な気持ちも強くあるんですけど、やっぱりあの再チャレンジできるフードっていったものを作っていきたいと思ってるんですよね。これは先ほど田中さんの方からもお話があったように、あのやはりその、まあ、これあの私があの今のポジションで今こう3年目なんですけど、これまでは全部バラバラの仕事をしてきたので、こういった創業関係は、まあ、そういった意味で初めてなんですが、ただあの私は1990年ぐらいにあの、まあ、これこういう文字出していいんでしょうけど、日経ベンチャーっていうですね、そういう雑誌があったんですよ。で雑誌とともにカセットテープ、カセットテープですよ、 MD でもない、MP3 でももちろんない、カセットテープが、ついてて、何が入ってるかって言ったら、起業者の講演の録音が入ってるんですよね。でその時の起業者の講演っていうのはもう激しいもので、どう言ったらいいのかな、その、まあ、どうや、要するにもう本当に資金も尽き、もう本当にね、あの矢も尽きで、あの家族をどう殺すのかみたいな、そういう話をしてるわけですよ。そういうテープをね、毎月聞いてた時期があったんですね。で、まあ本当にあのそういう時に比べると今はあの行政側の施策っていうのは国も県も市もこう揃ってきましたので、非常に起業しやすい状況になってきたんじゃないかと思います。ただ、まあ、今若い方はなかなかバブルの時期とかお分かりにならないでしょうから、これはぜひ広末涼子主演のバブルエゴーっていうのをですね、すぐレンタルで今日帰ったらご覧いただきますと、あれ決して誇張じゃなくてですね、もっと激しかったんですよ、もっと激しい世界がそこにあって、信じられない世界があったわけなんですけどね。でただそれから本当に経済っていうのはこの25、6年間っていうのは全くこう停滞して、私の息子も景気っていうのを全然知らずにもう就職してしまいました。でその中で一部がこうこの間出てくると必ずこう叩かれてきてしまったわけですよね。潰されるって言いますかね、まあ、本当にあの一応あまりこういうイメージ出さない方がいいですから、皆さんもよくご案内のいろんな方々が本当にこう出てくると潰されてきてしまったっていうのもありますし、一回潰されちゃうとなかなかこう立ち直れないというところがあるというふうに、まあ、行政のような安定したところからこんなふうに申し上げるのは大変あの上から目線であの失礼なんですけども、ただ本当にこの再チャレンジがね、あのできるって評価される、あの要するに失敗こそが評価されるっていう、まあ、あのシリコンかアメリカか、まあ、ともかくとしてですよ、そういう文化をね、なんとか福岡から発信できないだろうかっていうことで、この再チャレンジ支援っていうものを私は重点に置いていきたいというふうに考えてます。ですぐはできないと思うんでしょう、できないと思うんですけど、やはり失敗例をこう本当にこう語ってくださる方々に福岡に来ていただいて、そしてその更新のためにね、一生懸命あの語りかけていただける方を私は募集したいと思ってますし、あの本当にそういう中でやり直しが効くっていう社会にしていかないと、まあ、本当になんかみんなこうなんていうのかな、安定志向だけで終わっていってしまう気がしてですね、チャレンジができないんじゃないかっていうふうに私は思ってます。まあ、私自身も行政の中では失敗だらけだったので、そういった意味でぜひ、失敗した人たちと一緒にですね手を組んで再チャレンジできる、そういう支援を行政としては考えていきたいというふうに私は思っています。では最後にいろいろ全国見てこられた佐藤さんから、いかがですか。じゃあいろいろな視点からちょっとあれですけど、地方の課題って3つあると思っていて、あの起業家の方々ですね、であのマインドがやっぱりどうしても東京と比べてしまうとあのこう下がりがちなんじゃないかなっていうのが1つあるのと、あとやっぱ資金があの例えば金融でこう借り入れしか頭にないとか、やっぱ投資っていうイメージが全然ないとかっていうのがあるんですね。なんでお金の問題があるのと、あと人の問題があると思う。人って起業家が優秀かどうかとかっていうことじゃなくて、支援者が優秀かどうかっていうところもあると思うんですよね。でその特に人の問題っていうのは、この支援者のがやっぱりレベルがどうしても東京ってこういろんな侍さんがいたりとか、いろんな起業家がいたりとか、あの支援者がいっぱいいるので、あのレベルがすごいやっぱ高いですよね。で地方の支援者のレベルっていうふうに言っちゃうと、例えば中小企業診断士とか、あの税理士の方とかいっぱいいらっしゃるんですけど、ただまあそうじゃない人もいるんですけど、どうしてもなんかこう
レベルが低いねっていうのがあるので、あのそういうところをもっとやっぱり支援者のレベルを高めていかないといけないんじゃないかなというふうに思います。なのでそのための例えば制度を作るとか、あるいは東京への研修制度を作っていくとか、なんかそういうところの方がもっと必要なのかなというふうに思います。であとは起業家がもっとこう東京に出られるように、例えば交通費がやっぱりあのネックになるので東京に出られないっていうふうに言う方がやっぱり多いと思うんですよね。なのでそこに対する補助とか、なんかそういうなんかこう流動的な部分に対する補助金がもっと出ると、あの補助の意味があるんじゃないかなというふうに思ったりしますね。っていうところです、はい、ありがとうございます。ちょっとですね、結構時間がカツカツになってきてしまって最後の方巻いてしまったんですけど、最後にですね、会場の皆様から1つか2つ質問いただけるといいかなと思うんですけど、まあ、この機会に何かこう聞いておきたいということってありますかね。どうぞ。本日は貴重なお話ありがとうございました。2つご質問があります。1つは、支援者の方々として、自分の組織にはないアセットで何か、こういう支援の方法とかプレイが出てくれればいいなとか思うことがあれば、ぜひ教えていただきたいです。あともう1点は、国として今よろず支援制度とか あると思うんですけど、そういった国の支援に対する評価をもしご見解あれば教えていただきたいです。誰に、もし、ご意見があればどなたでも。まあ、ちょっと最初の質問にお答えすると、まあ、僕らが持ってない資産でこういう支援あったらいいなっていう話ですよね、はい。まあ、そこで言うと結構そのさっき佐藤さんのお話でも人っていう面があったんですけど、やっぱその教育的な部分って各地でできたらいいなっていうのはあります。っていうのは、まあ、やっぱりその、まあ、僕らもいろんな地方があって、で、まあ、いろんな方々にお会いするんですけど、なんかやっぱりそのやってみたいんだけど分かんないみたいな人多いんですよ。なんで、まあ、そのなんだろう、まあ、モチベーションとか気持ちみたいな部分を持ってる人多いのに、なんかそこにこうじゃあこうしたらいいよとか、なんかそこのノウハウ伝えられないのって結構もったいないなというのがあるので、まあ、それこそまあインターネットとかそういうのを使うと結構まあ、できる部分なのかなとは思うので、まあ、その教育っていう部分はなんかもうちょっとこう、まあ、行政が力を入れるっていうのでもありですし、まあ、我々みたいにこう東京とかでやってる人間が、まあ、そこをやっていくっていうのもありなのかなとは思ってます。はい、ちょっと被るんですけども、ベンチャー企業家への支援者が足りないと思ってまして、で、私たち、まあ生まれる会社の数に比べて私たち少なすぎるんですね。で、ただじゃあそれを誰が教えられるのかっていうと、税理士さんだったり銀行の方っていうのはなかなか難しいと思うので、私はもう経営者が経営者を教えるっていう仕組みにしたいんだと思うんですね。で、それができればいいと思うんですけども、まあ、そこに対する、なんかこう、まあ、政策的な仕組みだとか、まあ、その経営者のインセンティブなんてなかなか、貴重な時間割いてそういうのできないんですね。そういったことができればいいなというふうに思います。福岡市ですけども、やはりその教育っていうようなお話が出ましたので、その点で限って言いますと、今私は起業家の方にぜひ学生に直接語りかけてもらおうと思って、大学の中にですね、起業家による授業、ただそれはいわゆるその1回限りのものはたくさんやってるんですよ。でそうじゃなくてですね、やっぱ半期やろうと思って、長期的にやはり座学では得られない、座学は座学で基礎知識として必要なんですけど、やっぱり生の声、そういったようなものをきちっと、でそれ僕はベンチャー起業家の方にお願いをして、今年ある大学で15個もやっていただきました。でただ学生さんがですね5人しかいなかったんですから、これがまあどうだったかちゃうんですけども、ただ本当最初大学側もですね、まあ、ちょっとこれ嫌がられました、正直言って。そういうのが、まあ、ですが終わったらですね、とても良かったって言ってくださって、来年もやりたいって言ってくださったんですよ。なのでこういった単発じゃなくてですね、きちっとプログラムした15コマ、まあ、前期で大体15コマぐらいありますから、これを大学の中で僕はどんどん広めようと思ってますが1点と、小中学生向けにもですね、これは起業家の方にこの前、ある中学校に来ていただいて、5人の方に来ていただいて、で語っていただいたところ、社長になりたいっていう率が、ビフォーアフターで全然違いましたので、まあ1日だけのね感動かもしれませんけども、
まあ、こういった小中学生の皆様方にも金儲けとかそういうことじゃなくてチャレンジする生き方としていろいろベンチャー企業家の方々に語ってもらおうとそういう場を設けておこうと思ってます。あと2つ目のご質問に関して言うと、まあ、国とかのそういう政策ってどう思ってますかっていう話だと思うんですけど、結構そのベンチャー界隈の人とかって、まあ、国が何か新しいことするとか行政をなくするっていう時に結構ネガティブだと思うんですよ。また税金の無駄遣いかみたいな、なんかそういう流れってあると思うんですけど、まあ、僕個人としては結構そういう流れ作ってほしいなと思ってて、まあ、ちょっと先原が今言ってるイスラエルっていう国があるんですけど、そこの国ってその国とかその行政の支援ってすごい熱いんですよ。で僕も登録してるんですけど、テルアビブ市の配信してるメールマガジンがあって、それでその企業情報とか流してくれるんですよ。なんでそこまで突き抜けられると全然変わってくるのかなっていうことを、まあ、そのためには何か一歩始めて試行錯誤しないといけないなっていうのもありますし、まあ、そもそもその国としてなんかその企業を増やしていきますとかそういう雰囲気作りって、まあ、国とか行政とかしかできないんですよね。まあ、僕らみたいな一階の会社が頑張ったところでその起こせる影響を及ぼせる範囲って結構限定的なので、じゃあそれをマスに広げるってなった時にやっぱりその国の姿勢として出すとか、まあ、行政が本気で取り組むっていうところが重要になってくるんじゃないのかなと思ってます。そういう意味で言うと、まあ、かぶせるんですけれども、まあ、2つ目の意見ご質問についてなんですけれども、やはりまあ一言で言うとマインドの醸成だと思っています。それは起業する前までのマインドということになると、国が企業支援をしているとかですね、そういう雰囲気作りですね。で起業した後のマインドの維持ということであると、教育だったりもそうですし、まあ、私が先ほど申し上げたようなメンターとして関わり合うということもそうなんですけども、とにかく起業したいというマインドに引き上げて、もう起業はこりごりだと思わないようにさせるということが重要で、それって特に地方に行けば行くほどそうだと思ってます。正直ここの会に来るとですね、起業するやつは偉いっていう風な雰囲気になると思うんですよ。で私も35去年になりましてですね、35超えると急に年下が増えるんですね。で年下なのにこんなにやってるやつがいるんだと思うと焦りもありますし、すごく刺激を受けます。ただ地方の方に、特に京都舞鶴にいた時って刺激ってほとんど受けなかったんですよね。インターネットすげえぜっていうことしかなくて、起業っていうことに対する刺激ってやっぱり東京に来ないとなかなか得られないと。大阪に関してはむしろ減ってるような状況です。で親が反対したりとか、私は親に言わなかったですけれども、やっぱり国としてすごい企業が伸びてるんだっていうふうになれば、企業という選択に対して周りが支援してくれたりとか否定したりしないと思います。私起業した18年前はみんなから起業なんてってバカにされましたんで、それが15年ぐらい前になってネットバブルになって上場する人が出て、ちょっといい目で見られるようになってですね、でその後堀江さんとかが叩かれちゃってですね、やっぱり起業するやつはバカだみたいな感じになっちゃってですね、すごい居心地が悪かったんですよね。でも結局最近また起業すればいいって首相まで言ってくれてるわけですよね。やっぱりそういうポジションって国でしかできないと思ってますから、実際のお金が有効に使われるかどうか分かりませんし、無駄になるかもしれないし、多分無駄になります、半分以上は。でもやっぱりその手段を通じてですね、目的である企業をどんどん広げていこうぜっていうことに対して、無駄遣いだと言われてもそれで出てきたこういう会社があるじゃないかというふうに、残った会社は胸を張れるような社会にするために国が寄与してくれることというのは多いと思っています。いいですか、どうぞ。僕もその2つ目の質問なんですけど、よろず支援拠点の話でいうと僕は微妙だなと思ってて、でやっぱりその支援家のレベルがどうしても本当にサポートできるのかっていう問題があると思って、なんかそこはちょっとこう考え直した方がいいんじゃないかなと思っていて、でもう一つ、今最近今回の月末の方の、臨時国会で、承認が下りるかどうかで決まるんですけど、官公事法って言って、官僚の官に、公に、特需の順に法律の方ですね、で官公事法っていうのがあって、それはベンチャーのまあ、民間のなんていうんですかね、リソースをもっとこう活用しようという法律なんですけど、それが改正されて、ベンチャーのリソースももっと活用して、サービスとか製品ももっと活用していこうという法律に変わるんですね。でそれが通るともっとこうベンチャー企業が国とか自治体とかそういう人たちに採用されていくので、もっと信頼度が上がると。なんでその法律が変わったら結構いい方向に行くんじゃないかなと思ってて、なのでそれはぜひちょっと
僕我こそはと思う人はぜひお声掛けいただければ中小企業庁とか紹介できるんで、あのそういうのをお願いしたいなっていう、それはすごいいい制度だなと思います。ありがとうございます。まだまだ皆さん話足りないと思うんですが、結構もう時間押してまして、実はちょっとここで、質問の方を終わらせたいと思います。それではですね、今日はどうしてもですね、このテーマのセッション、なかなかあの人が入らなくて有名なんですけど、この会場に来ていただいた皆さんにですね、とてもあの感謝を示すとともにですね、ご登壇いただいた4名の皆様にですね、最後大きな拍手をお送りいただければと思います。ありがとうございました。